日本ハムファイターズ補強ポイントが判明。こちらパリーグ球団成績別得点積み上げのグラフになります。各指標リーグ再開と比較してどれだけ得点を増やして失点を減らしているかを示しております。打撃が青、黄色が走塁、守備が緑、赤が先発、ピンクがリリーフに色分けされています。日本ハムは他と比べ投手が弱いね。あとは走塁、走塁はミスも多いしなかなか改善しない。ハムは投手陣が補強ポイントか。即戦力ストッパー中村優斗、一番右側がなんとも美しいグラフで草。ホークスの守備えぐくて草。そして西武には打撃の概念がない。森は山本と幸也いなくてもこの投手力はずるいな。積極走塁の効果なしてないんか。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。